クラウゼン・マックス・クリスティアンゼン・クラウゼンは、ドイツ人の無戦技師、スパイ。太平洋戦争直前の日本に潜入し、リヒャルト・ゾルゲの下で、ソビエト連邦の赤軍参謀本部情報局の、スパイとして働いたことで知られる。ドイツ最北部のノルト・シュトラント島に、経験な石膏の息子として生まれる。1914年、機械工の徒弟になることを望むが、経済的理由から断念して、 農家の使用人として働き始める。1年後に友人の父親の経済援助で特定の修行を始めるが、1917年に徴兵され、第一次世界大戦に従軍することになる。配属された部隊は通信部隊で電気技術の基礎を学ぶことになった。通信兵としてドイツ各地に無線塔を設置する。移動中のベルリンで初めて、 ドイツ社会民主党員と知り合い共産主義思想に興味を持つ。休暇から遅れて戻ったため懲罰として5日間映像に入れられるが、そこで共産主義者と知り合い、ロシア革命について知らされた。その後、通信兵としてフランスの前線に送られてメッツ近郊に駐屯し、ドイツ軍による攻撃に参加する。そこではドイツ軍の毒ガス弾が打ち込まれたが、 風向きが変わって自軍に被害をもたらし、一週間欠を吐く被害に苦しんだ。治療のため構想されたベルギーでドイツの敗戦を知る。ドイツに戻ったものの、自分の年齢の兵士は除隊されないと知った。クラウゼンは脱走を試みるが、逮捕されて一週間映像を送りとなる。その後、砲兵部隊に配属されたが、ベルリンでの暴動を鎮圧するため出動した際に、 父の病気を理由に女体を願い出て許された。1919年に父は死に、母は彼が幼児に死んでおり、また兄も対戦で戦死したため彼は天外孤独になった。再び機械校の修行を始めるが、呼吸器の病気のため中断。手術されると知って、病院を脱走し、修行先の親方の元に逃げ戻った。しかし、仕事が得られなかったためのイミンスターに移って、 事前団体の助手として働く。ついでハンブルクに移り、おじの助けで船員としての仕事を見つける。クラウゼンは航海でヨーロッパや北、アフリカ、アジアの幾多の港を知った、ドイツの政情が不穏になる中、1922年に共産党系の労働組合に加入、船員ストライキに参加して3ヶ月の懲役を受けている。 仕事を失った後、ドイツ共産党の船員連盟で宣伝員を呼び、労働組合勧誘員となる。1924年、小船でムルマンスクに渡る機会を得て、ペトログラードで国際船員クラブで一週間を過ごす。翌年赤色戦線選手同盟に加入。1927年にドイツ共産党に入党する。翌年ハンブルクのコミンテルン活動家の招きに応じて、 モスクワに赴く。ところが入国のサイパス。そこで、モスクワで尋ねるように言われた住所を国境管理に示すと、すぐに釈放され入国できた。その住所は、赤軍情報局だったのである。モスクワで、クラウゼンは、局長のヤンベル人将軍の前に出頭した。彼は、マックス・スケンクという新しい名前を与えられ、短波通信の技術を教えられた。 1929年3月に教育課程が終わり、最初の任務として、上海行きを命じられた。その際名前は本名に戻されたが、新しいパスポートを受け取った。ゾルゲを検証した、東ドイツの切手上海では商店に偽装した、拠点からウラジオストクに向けて打電する任務に就いた。そこで、クラウゼンは携帯できるトランク台の通信機を作成する。折しも満州で、 中華民国とソ連が武力衝突していたので、彼はフランス領事館の臨時職員となって、ハルビンに赴き、ホテルの一室から無線で情報を送り続けた。任務を終え、上海に戻ると、上司がリヒャルト・ゾルゲに交代した。ゾルゲに与えられた最初の任務は、広州市でエージェントのために通信機を作成することだった。この頃同じアパートに住むノボシビルスク出身の看護婦。 アンナと知り合う。クラウゼンと同年齢の彼女は、セミパラチンスクでフィンランド人と結婚したが、ロシア革命を避けて亡命した上海で未亡人となり、今はフィンランド国籍になっていた。後にアンナは、クラウゼンの妻となる、公衆での任務を終えて1931年に上海に戻った頃、満州事変が起きて、日本軍が満州を占領した。クラウゼンは、 日本軍司令部のある法典に赴き、そこで中国人協力者を使って日本軍を監視するよう指示を受けた。2年間その任務に従事した後、1933年にモスクワに戻って国会沿岸で6週間の休暇を与えられた。ついでドイツ系ハンガリー人ゴールドマンという名を与えられ、再び通信技術の教育を受ける。そこの校長は上海での以前の上司だった。 オデッサに向かうよう命じられたが、妻との同行を主張して、起立委員会にかけられた。1934年には、バルトドイツ人、ラウトマンとして、ボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国に送られた。そこでは、トラクター工場で働いた。彼はその仕事が気に入らなかったが、工場に作った通信局が評判となり、ボルガドイツ人自治共和国全土に、 その通信網を広げるよう命じられた。ところが、クリメント・ボロシーロフ将軍から新たな指令が下る。今度の行き先は日本で、ドイツ、日本との二正面戦争を避けたい。ソ連のために、日本とソ連の紛争を回避する工作だった。1932年に先に、日本に赴いていたゾルゲには、ブルーノ・ベントという無線技術者がモスクワからあてがわれていたが、性格的にも、 技術的にも難があると見たゾルゲは、弁当を帰国させ、旧知のクラウゼンの派遣をモスクワに申請したのである。クラウゼンは1935年11月25日、東京に到着、友好国ドイツの国民として、正規のパスポートで赴いたため、日本入国には何の問題もなかった。彼は、上司のゾルゲと毎週火曜日の午後2時から4時に、 偶然を装って、山王ホテルで接触、連絡することになった。彼には、フリッツという暗号名が付けられる、日本に支店を開く、商社員を装って、ナチスト員インのドイツ人と知り合い、以後はドイツ大使館員やジャーナリストが出入りする、ドイツ人経営の店で会うようになった。また、フランスの通信社員で同じく、ソ連工作員のブランコ・ブケリッチと接触し、彼の家で、 通信機を組み立てた。クラウゼンの妻アンナは、直接日本に来ず、上海に赴き、ドイツ総領事館に結婚を申請して、ドイツ国籍を取得、ドイツ人の正規パスポートで、東京に来た。1936年2月、別のドイツ人工作員の家で、ウラジオストックとの通信を開始。通信は安全のため時々場所を変えて行われ、茅ヶ崎の農家からも発信した。 また妻アンナは、クーリエとして、上海と日本を18回も行き来して、フィルムや日本、ドイツ当局の機密書類を運んだ。クラウゼンは、工具製作所を経営するドイツ人の下で働いていたが、やがてドイツからのオートバイ輸入業を始め、独自にコピー機製作所、クラウゼン商会を経営した。その仕事で、日本の軍人や実業家、大学教授に違うを得た。 その関係のおかげで、アンナは日本軍将校の計らいで、日本の軍用機で上海に赴いたことさえあった。1938年からは通信を暗号化し、最後まで日本側は暗号を解読できなかった。満州で日本とソ連による国境紛争が起きた時、クラウゼンは即座に日本軍の動きを打電した。東京にはドイツの情報部員もおりゾルゲは監視されていたが、 馬脚を表すことはなかった。しかし暗号化作業や偽装工作は心身に重圧を与えるものであり、1940年にクラウゼンは心臓発作で倒れ、ドイツ人医師の治療を受けて箱根で静養している。やがて第二次世界大戦の緊迫する情勢の中、上海との連絡が難しくなり、東京のソ連大使館にいる担当領事との接触で連絡を取るようになった。 これは危険を伴うので今まで避けられていたのだが、なおも暴露されることはなかった。1941年3月5日、クラウゼンはドイツ軍50個師団がソ連侵攻のため準備されているという情報を送った。5月にはドイツ軍の規模は150個師団期日は6月15日という詳細な情報を送ったが、モスクワはこの情報を疑った。しかし現実に、 独祖戦が始まり、情報の正確さが証明された。さらに9月、クラウゼンは日本軍がソ連極東に対する攻撃に乗り出すことはないという情報を送った。これにより、極東ソ連軍がヨーロッパに送られ、ドイツ軍の進撃を止めた。ゾルゲのグループは1936年から5年間で805の通信を行い、うち363が司令部や大臣に届けられる。 重要情報だったと言われる。日本側が傍受していたのはそのうち4分の1に過ぎなかったとクラウゼンは解雇している。ゾルゲの記念碑を除幕したクラウゼン夫妻ベルリン、フリードリヒスフェルデの社会主義者墓地にあるクラウゼン夫妻の墓。左はシュタージ副大臣、アルフレート・ショルツの墓。ゾルゲのグループが逮捕されたのは彼らに協力していた日本人の共産主義者から足がついたためだった。 1941年10月18日、ゾルゲやクラウゼンは一斉に逮捕され、1943年に、クラウゼンは無期禁錮の判決を、アンナは懲役7年の判決を受けた。検察が死刑を求刑して控訴したため刑が、確定したのは1944年になってからだった。最初菅も刑務所で服役していたが、連合国軍による爆撃が激化したため仙台に、移された。 やがて1945年8月15日に終戦を迎え、日本に連合国軍が進駐すると、10月18日にクラウゼン夫妻は釈放された。釈放後夫妻は浦和に住み、やがて軽井沢に引っ越した。しかし、アメリカ軍の情報部が彼らに関心を持っていることを知り、翌年日本を離れることにした。ただし、実際にはクラウゼン夫妻が、 日本でアメリカ陸軍情報部から尋問を受けたことが21世紀になって公開されたアメリカ国立公文書記録管理局所蔵資料に記録されている。ソ連大使館の計らいで夫妻はウラジオストクに飛び4週間にわたり入院した。ついでモスクワで日本での活動を報告。クラウゼンはクリスティアンゼンという名を受けてクリスティアンゼン・クラウゼンとなり、 ソ連軍占領下にある東ドイツに移った。クラウゼンはドイツ社会主義統一等に入党して、労働組合活動に戻り、東ベルリンの造船所人事部に職を得た。東ドイツ政府からカール・マルクス勲章、祖国功労勲章金章、妻アンナは1978年に死去し、翌年その後を追うように、クラウゼンは住居のある東ベルリンで死去した。 ベルリン・フリードリヒス・ハインクの彼らが住んでいた通りは、リハルト・ゾルゲ通りと解明され、反ファシズムの投資クラウゼン夫妻を検証する銅版が現存する。NHK 取材班、下留信夫、国際スパイ・ゾルゲの真実、角川書店、1992年、P100、ベントは、日本では、ベルンハルトという偽名で活動しており、情報団が検挙された後の供述聴書や、 国中主記でもその名前で記載されているため、古い文献では、ベルンハルトとなっているものがある。2005年に、ハイナー・ティンマーマンは、ソ連は1941年時点ですでに日本の暗号解読に成功しており、ゾルゲやクラウゼンの働きは、従来言われているより重要ではなかったとする研究を発表している。加藤哲郎、ゾルゲ事件覆された、神話平凡者。 平凡写真書2014年 P93 ありがとうございます。